じゃあみんなで一緒に手遊びします。いくよ。3、はい。お話お話パチ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 、嬉しい話楽しい話、静かに聞きましょう。ワン、ツー、スリー。お口はジャック、手はお膝、ポン。今日のお話は、じゃ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 ん。あ、これ何？みんな知ってる？すごい、みんな知ってるんだね。これは、冷蔵庫って言います。みんなが夜中寝た後、冷蔵庫のものを食べに来てるお化けがいるかもしれないね。お化けが冷蔵庫に向かってきたんだって。じゃあ一緒にお歌歌ってみるよ。3、はい。食いしん坊のお化けの子、夜中にこっそり出てきて、冷蔵庫のドア開けて、四角いものをつまみ食い、おー甘い、おー甘い。なんだろうね。なんだろうね。みんなこの四角いの、なんだと思う？じゃじゃん！正解はチョコレートでした！わー、チョコレート美味しそう！次はなんだろう？いくよー！ 3、はい。食いしん坊のお化けの子、夜中にこっそり出てきて、冷蔵庫のドア開けて、じゃじゃん！丸いものをつまみ食い、おー酸っぱい、おー酸っぱい。なんだろうね、なんだろうね。これ何？酸っぱいんだって。ピンポンピンポーン、じゃじゃん、梅干し。酸っぱい。みんなも食べたことある？酸っぱいよね。次は次は3、はい。食いしん坊のお化けの子、夜中にこっそり出てきて、冷蔵庫のドア開けて、皮を剥いて食べようと、剥いても剥いても中身がない。なんだろうね。なんだろうね。なんだと思う？みんな、剥いても剥いても中身がないんだって。ピンポンピンポーン、じゃじゃん、玉ねぎでした。残念でした。また来てね。バイバーイ。おしまい。はい、ということでこちらのパネルシアターの作り方と少しアレンジをして誕生日会向けにも作ってみたので、よかったら目次を書いておくので、そこから自分が見たいところに飛んでみてください。それではもがちゃんタイムスタート。はい、それでは作り方を説明していきたいと思います。パネルシアターにはこちらの P ペーパーというものを使います。 P ペーパーには分厚い紙のものと波の普通のものの厚さがあります。で、今回は波の方を使います。まあどっちでも大丈夫です。分厚いものはなんか強いし、普通のものは薄いのでその分透けやすくて写しやすくなります。分厚いとね、裏表そのまま使えたりするので、それはお好みで変えてみてください。私はこちらのね、50枚入り A4 サイズを買ったんですけども、10枚入りとかいろんなサイズや値段があるので、 P ペーパーと入力して Amazon やあとは本屋さんとかで売ってるので見てみてください。絵の具は普通の絵の具でもいいんですけども、こちらのアクリル絵の具とかポスターカラーとかの方が発色がいいので、そちらの方がおすすめです。これはね、 Amazon で買いました。アクリル絵の具です。かわいい。こちらで塗っていきたいと思います。ポスカだったりとかジュースペイントだったりとか、そういったものでも大丈夫です。このPペーパーには裏と表があります。だけどね、触ってもあんまり、まあ、なんとなく
こっちがふわふわというかザラザラっていう感じがするので、そっちは裏です。でこっちはサラサラだなっていう方が表です。で表の方に書いていくんですけども、まあ正直どっちでも大丈夫です。どっちもくっつくのでそんなに気にしなくても大丈夫なんですけど、まあ、基本的には表に書いていきます。まずはね、冷蔵庫を作っていきたいと思います。冷蔵庫はこのパネルボードに貼れる大きさのマックスぐらいの大きさにしたいので、このまま A4 サイズで使ってしまいます。大きさはパネルの舞台の大きさややりたい場所によって変えてみてください。大勢の前でやりたい時に小さく作ってしまうと後ろの子が見にくくなってしまうんですけども、お部屋で少人数でやりたいよっていう場合は小さめに作って、まあ収納とかね、持ち運びに便利なようにしてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。なので大きさはそれぞれ自分でね考えてやってみてください。冷蔵庫もね好きな感じでデザインしてもらって大丈夫です。まあだいたいね下が大きくなるようにした方が可愛いかなっていう感じで、ちょっと線を引いて最初ね鉛筆で下書きをしていきます。その後絵の具で塗って、絵の具が乾いてから縁取りを油性ペンでしていきます。そしてね、あとでこう切り込みを入れるのでこんな感じで大丈夫です。はい、じゃあ次はねお化けを作っていきたいと思います。裏と表で作りたいので1個書いてこう貼り付ける形にします。厚口の場合はね裏表にそのまま書いちゃっても大丈夫なんですけど、これは波なのでちょっと透けるかなと思うので2枚を貼り付けていきたいと思います。でね、私は写すとか何も見ないでやってるんですけども、絵が苦手な人はこれ透けるので下に何か見本などを置いてそこをなぞってもいいと思います。そしたら上手に描けるので、はい、でこんな感じで下書きが描けたらこれを半分に折って、するとね少し下書きが透けるのでこっち側描いていきます。同じようになぞります。でこっちは泣いている顔にします。はい、ここからはチョコレートとかね、四角いもの、丸いもの、梅干しとかを描いていきます。はい、でまたこれをね半分にここで折りたたんで写ったのをなぞります。四角にするだけなので大体で大丈夫です。でこっちも大体丸をやってなお描きます。2枚分ね作ります。はい、こういう感じで玉ねぎも描いたのでこっちもね半分に折ってこうなぞります。はい、こんな感じで今チョコと梅干しと玉ねぎができたんですけども、例えばお誕生日会で使いたい場合はここにケーキとか、あとはなんかアレンジでドーナツだったり丸いものとかもねいろいろ入れて、でカレーライスと人参ととかを入れて作ったら、あのカレーライスの歌も同時にできたりするので、いろんなねパネルシアターを混ぜながら兼用しながら使うこともできます。誕生日会でも使えるようにしますね。どうせならここも空いてるので何か書こうかな。もかちゃんは何が大好きですか？せーの、アイスクリーム。ピンポンピンポン。じゃあアイスクリームも作りましょう。はい、こんな感じで下書きが完成したので、これから色を塗っていきたいと思います。はい、お化けくんはねほとんど白なので色のある部分だけ塗っていきます。お水はかなり少なめで塗ってください。多少はみ出ても全然大丈夫です。後から黒で縁を取るので全然 OK です。まあ、正直ねこれぐらいの細かいところだったらペンでやっちゃっても全然いいんですけども、なんか絵の具出したらちょっと絵の具使いたくなっちゃったので絵の具で塗ってます。お好みでやってください。
で一旦塗り終わったので乾いたら縁取りをしていきます。はい、それでは絵の具が乾いたので縁取りをしていきたいと思います。は太字の方がいいと思います。子供たちも見やすいので太い線でなぞってみてください。こちらのジュースペイントで塗っていきたいと思います。はい、こんな感じでだいたいね縁取りは完成です。さっきは結構ぼやっとしてたんですけども、縁取りをするとこんなにはっきりと綺麗に映るので、絵の具ではねあんまり気にせずガンガン塗っちゃってください。それではこれを全部ね切っていきます。冷蔵庫の角の部分を丸く切っていきます。こんな感じですね。で、開くようにしたいのでここにね切り込みを入れます。はい、そうしましたらこの裏表のものは全部貼り合わせていきます。こういうものはね、普通のね両面テープしかない人は P ペーパーはちょっと布っぽい生地なので、こちらのね強力の両面テープだったり布に使える両面テープを使うのがおすすめです。はい、こんな感じで全部貼れたので、ちょっとはみ出しすぎだなってところは切っていきます。でもね遠くからだとそんなに見えないのであまり気にしなくても大丈夫です。はい、こんな感じで裏表できました。全部ね、でここにハテナをね書いていきましょう。忘れるところだった、危ない。ハテナは白の方がいいかな、なんか白の方が見やすそうなので。はい、これで完成です。イエイ。はい、ということでパネルシアターを演じるためには今書いた P ペーパー以外にもこちらの舞台が必要になります。この舞台の作り方は別の動画で3種類紹介しているのでよかったら見てみてください。100均であるもので作ることができます。普通は舞台を買うと3000円以上してしまうんですけども、こちらだったらね、300円、400円とかでできるので、見てみてください。誕生日会仕様のアレンジバージョンも紹介していきたいと思います。もうね、作り方見てる方はネタバレしてると思うんですけども、では、やっていきます。3、はい。食いしん坊のお化けの子、夜中にこっそり出てきて、冷蔵庫のドア開けて、冷たいものをつまみ食い。おー、冷たい、おー、冷たい。なんだろうね。なんだろうね。正解は、じゃじゃん。アイスクリーム。先生、アイスクリーム大好き。あまあまあまあ。みんなも食べる。あまあまあ。あー、美味しいアイスクリーム。次は、3、はい。食いしん坊のお化けの子。夜中にこっそり出てきて、冷蔵庫のドア開けて、大きなものをつまみ食い。おー甘い、おー甘い。なんだろうね。なんだろうね。わかる？なんだろうこれ、ギザギザだね。ピンポンピンポーン。正解は、じゃじゃん。今日お誕生日のお友達もいるのでお誕生日ケーキでーす。おめでとう。わーい。お化けくんにもケーキ分けてあげるよっていう人、優しい。みんな、じゃあみんなでお歌歌ってお誕生日ケーキ食べようか。じゃあハッピーバースデーの歌を歌うよ。3、はい。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイディアみんな、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとう。じゃあいただきます。もぐ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 。お誕生日の
のお友達より先に食べちゃったね。ああ。え、みんな許してくれるの？ありがとう。じゃあお誕生日のお友達も。どうぞ。あむあむあむ。あむあむ。おいしかったね。じゃあみんなでごちそうさましておしまいにします。お手手合わせてください。3、はい。ごちそうさまでした。はい、という感じでね、今ちょっと即興でやったんですけども、お誕生日の歌を入れてみたりとか、今はね、アイスにしたんですけども、丸いものでドーナツにしてみたりとか、あとはハロウィンのアレンジだったら、かぼちゃにしてみたりとか、いろいろアレンジが効くと思うので、ぜひぜひやってみてください。はい、ということで、この食いしん坊お化けのパネルシアター、かわいいなーって思ってくれた方は、高評価、グッドボタン、いいね、親指、押してもらえたら嬉しいです。では、またねー。バイバーイ。